人生には選ばなければいけない瞬間がある。自分の人生を完全に徹底的に生きるか、堕落した人生をダラダラと続けるかのどちらかを。ごめんね、うちの子ね、後半性発達障害。私が車で。今日で音楽活動をやめるんだって。自分だけは音楽の才能あると思ってるんでしょ。才能があるんだからさ、こんなところで諦めるのは違うよ。馬鹿らしくなった。じゃあさ、やってみようよ。いいわけねえだろ。夜まで仕事して子供のことほったらかすのは親としておかしいって、裁判所にも伝えるって。まあ明日はきっといい日になるよ。